種子島行は、日本の実業家。元 BMW 東京社長。日本教育再生機構代表委員。教科書改善の解散同社。元新しい歴史教科書を作る、会会長。実業会から退り添いた後、東大の同級生で当時、新しい歴史教科書を作る会の会長だった、西尾幹事から、財務を見てくれと頼まれ、1999年3月に、 二次に就任、一次は副会長を務めた。日露戦争について研究し、著書、くたばれ、リストラ、日露戦争に学ぶ経営、人生を出版したり、学会に呼ばれるなどした。赤市への隠居を決めていた2006年2月、作る会の内紛で、八木秀デが会長を解任された煽りで、会長に担ぎ出された。しかし、西尾や藤岡がヤギを追求する動きを強めたことから、 見切りをつけ、2006年4月、ヤギラと共に辞任した。辞任の挨拶文で、私は日本では日本人、アメリカではアメリカ人、ドイツではドイツ人をマネージして40年間ビジネスを展開してまいりました。だが、作る会の理事諸行の一部に関してはマネージ不能であったことを遺憾とします。彼らはルールを守るボスの方針に従う。 などの国際基準を全く無視しますので、マネージできないし、彼らとの仕事は、才能瓦で石を積む、子供たちのような、虚しさの繰り返しにしかならないのですなどと、藤岡らを批判した。内紛の内幕について、狂乱の春、作る、会会長職2ヶ月という文章を発表。藤岡について、ガリレオ・ガリレイ以前の天道説論者、自分が宇宙の中心で、 その周りを万物が回ると思い込んでいる。自分以外のルールなど一切認めず、すべては自分のためと考え、それを邪魔しそうなものに対しては、全身全霊で呪いを吹っかけて抹消し去ろうとすると指摘。現在、ヤギラが設立した日本教育再生機構の代表委員を務めている。ありがとうございます。